リー津屋の車の話始まりました。はい、ありがとうございます。はい、お題は、あ、もう行きますか。早速行きますよ。お題は今回もあのクイズをしたいなと思っておりまして、はい、ほう、この前散々でしたね。でしょ、うん、当たんなかったじゃん。当たんなかったですよね。今回は、うん、あの答える人と質問する人を変えてみようかなと、うんうん、じゃあ僕がですね僕のあなたイメージですね。そうです。だから今回は、はい、僕は何を考えてるか、テリーさんに、まあ、頭の中で車をまずイメージしてもらいます、はい、で土屋さんはこの車が何なのか少ない質問数で当ててください。でその質問はイエスかノーかで答えられるものでお願いします。ノンノン。はい、それは、うん、国産車ですか。イエス。お、2人乗りですか。イエス。やばい。ほう、2リッターですか。ノー。ノー。 1.5 リッターノー。 1.8 ノーおー、それはターボ車ですか。ノー。おー、 1.6 ではない。ノー。ああ。ヒント出してあげます。いいですね。あ、そう、ヴィンテージカーです。ヴィンテージカー。2リッターじゃない、 2.5 リッター。かなり昔の国産車です。ヴィンテージカーですから。660排気量。ノーノー。近いですけどね。1000cc。 ノーノー。間1.3。 じゃあ間600と1000の間。あ、800。イエス。わかった。わかった。はい、トヨタ S800。 まあ S トヨタ、トヨ、正解イエス。なんでその中途半端な答えが。いや、 S って名前つかないから。トヨタ800、うん、はい、まあ、これです。はい、トヨタ800。かわいい車。かわいい、かわいい。これもね、うちの兄貴が乗ってたんですよ。へえ、うん、もう僕は18の時ですよ、兄貴がの車を。すごくない、テリーさんちゃん、親父が Z 乗って。そうそう、して兄貴これして、ね、兄貴の車を、うん、夜中抜け出して、うん、これでナンパしに行ってましたよね。モテると思います。めっちゃ可愛いですもん。いや、これはナンパできますよ。可愛いもん。可愛い。これ良かったな。あ、これはいい、うん、だこれは、まあ、ベースはパプリカですよね。あ、パプリカの800のスポーツバージョンで、ヨタ8、ヨタ8ってやって ね、うん、軽快でいいですよ、これは。まあ、いい車だったんですけど、はい、ありがとうございました。ということで今回は、うん、まあ、でもあの前回と比較してみても、うん、今回の方がちゃんとクイズとして成り立ったので、うん、私はなんか勝ち負けをつけるんだったとしたら土屋さんの勝ち。だって僕は分かりやすいのを持ってきてるんだもん。だって途中でさ、ね、ヴィンテージカーって言ったら排気量800、排気量800って言ったらもう予断しかないじゃないですか。そう、答えは俺が言ってるんですよ。4人の共通点は、うん、日産の車であるということなんですよ。なるほど、はい、日産愛。日産愛強いですね。そうですね、強いですね。はい、早速、はい、一組目のカーマニアの方をご紹介します。拓也、はい、さんと美穂さんでございます。よろしくお願いします。いや、でも今一番ね、この流行ってるようなね、はい、この車種は何ですか。これキャラバンですね。日産の日産キャラバン、はいはい、これいつ頃の。これは、平成17、2005年のモデルなんですけど、まあ、中をこうバンライフっていうのをしてまして、ああ、で、まあ、中で生活ができるようにバンライフっていうので、はい、これで旅をしてるってことですか。そうです、そうですね。北海道からこう南下していってます。今どういう関係なの。あ、カップルですね。今カップルです、はい、あ、カップル。結婚したわけじゃないんだよ、はい、あの婚約中、うん、はい、はいはい、どこに惹かれたの。そのバンの中で生活する男だよ。でもこれはどっちかっていうと私がしたかったことなんですよ。あ、そう、はい、今おいくつですか、お二人。今僕31歳です、うん、はい、で私は35になりました、うん、はい。ワクチンとか打ってんの。半年間さ打ってる。そうですね、一応、まあ、こういう形でいろんなところ転々とするので、うん、一応ワクチンは、はい、うん、出してもらってます、はい、2回打った、はい、打ってました、はい、もうそうだよね、だから、はい、半年行ってるとさ、もう通知が来たってさ、ねえ、打て、ねえ、ねえ、
どこに通知が行くの？そうそう、郵便どうされてるんですか？それはもう実家の方に全部届けられてて、ね、はい、何かあれば連絡してもらう。なるほど、はい、ちょっとじゃあ車を先に見せてもらうんで、ね、ちょっとね、お願いします。前の方から、はい、私でもそういう憧れてるな、なんかそういうのいいなと思ってました。僕もね、実は自分が大学生の時に松田ボムで本州一周したことあるんで、よくわかります。あ、そう、ものすごく気持ちよく分かる。そうなんですね、はい、何がいいの？なんか変な話、まあ今はないのかもわかんないけど、その町行って一番最初に何探すかというと、銭湯の煙突なんですよ。おい煙突あるっつって、そうすると銭湯入ってから町を見るっていうんで、多分そういう感じですよね。そうですね、こんな感じですね。ね、はい、こういうところに変なのに、まあ、僕ら男だったからね、こういうところに T シャツを干していたんですよ。はいはいはい、いいね。そんな感じ。今だったね、コインランドリーがあるけども、はい、ああ、なるほど。そういう、だからよくわかります。え、洗濯とかどうしてんの？洗濯はそうです、コインランドリーに行って。今はコインランドリーあるから、はい、だけど車内がこう洗濯物だらけで、それで走る時もあります。え、ね、そうだよね、はい、ちょっと見せて見せて。これもなんかもう色はなんかね、サインドベージュで、はい、ね、もう今入るのね、これマットにしてるんですよ。そうなの、これもう最近こういうのってなかなかメーカーではないんですけども、これサンドベージュっていうの、今風に言うとサンドベージュでマットって感じ。マットマット、はい、でほらちょっと見てください、ホイールも鉄チンですね、これ。そうですね、鉄チンホイールを、はい、珍しい、はい、ね、黒く塗って、これ流行ってますよ、鉄チン。珍しいよね、ね、いいですか？ぜひぜひ、はい、見てください。あー、すごい、あ、かっこいい。 ありがとうございます。めっちゃいい。ちょっと生活感が出てくる。嬉しい。すいません、見て、めっちゃいい、居心地良さそう。あと、うん、抜群にセンスいい。え、見たい。びっくりした、俺。じゃあ、入ってください。お邪魔します。あ、結構中広いですよ。4畳半。全然広い。いいじゃないですか。あの外から見る感じと中の感じは全然違いますよ。広い。テリーさん家に来たみたいな。いや、俺、そう。じゃあ、あまりね、俺嬉しくなっちゃって。めっちゃ良くない？大丈夫です、大丈夫です。めっちゃ良くないですか？なんかテリーさん家に来たみたい。本当、本当。説明してください。で、これテーブルになるんだ。説明してください。いいですか？じゃあ、土屋さんで横にちょっと。あ、それ分かりましたか？へぇー。あー、なるほどね。はい。居心地よ。あ、居心地よ。だいぶ良いですね。でもそこが電気のスイッチで、ここに本当だ、電気もつく。はい。あ、これはさ、よそ電源も別電源も取ってるんですか？はないですね。ソーラーパネル2枚積んでて、ソーラー、走行充電とソーラーの充電で。ソーラー充電で、はい、どのぐらいキープできるの？どれぐらいだろうね。今のところまだバッテリーがなくなったことがなくて、困ったことはないです。ないです。雨の日が 2,3 日続いても全然大丈夫です。はい。僕ね、あ、どうぞ。はい。もう今日も僕ダウン着てるでしょ。はい。寒がりじゃないですか。はい。例えばさっき言った北海道なんか行くでしょ。はい。北海道で例えば僕なんかだったら、はい、夜寝るときに、はい、電気用敷布が欲しいんですよ。あ、はいはいはい、わかります。わかります、はい、そしてこっち側でね、はい、あのホンダのさ、小さななんかね、はい、発電機で、発電機でやる、はい、気圧んですけども、はい、これ夜寒いよね、北海道ね。そう、どうするんですか、それは。正直めっちゃ寒いです。はい、だけど、まあ、湯たんぽ使ったりとか、うん、できるだけ電気は使わないようにして。そうだよね、はい、当てながっちゃうもんね。はい、ってことは今言った発電機をやろうっていう気はなかったの？一応走行充電とソーラーの充電がついてるん で、うん、であそこの後ろにサブバッテリーってシステムが一応入ってるんですけど、北海道の夜なんかめっちゃ寒いじゃない。そうそう、はい、だってマイナス10度とかなるでしょ、はい、なんか大丈夫かなって。でそこら辺は何が入ってるの？この辺はちょっと汚いですけど、上から、まあ、食器、本当にあのお家と同じようにですね。それはですか、あのプラスチック？これは、ホーローですね。ホーロー、これ割れないですね、はいはい、で、こっちは鍋とか調理器具ですね。これ見えてる？見えてますか、はい、その上のあれは何ですか？
この辺は、まあ、タオル類とか、本当、はい、お茶とか、はい、そうですね、そういう感じで、でここは、手の届くところに、いつでも出せるところにこういうのが欲しいっていうことで、うんうん、こう上から取り出せるように。あー、なるほど、はい、なるほどね、はい、そうです。なるほどね。こういうカーテンは自分たちで作ってるの？はい、すっごい楽しいですね。これ内装だけでどれくらいかかったんですか？内装だけだとわからないんですけど、うん、全部でまあソーラーパネルとか本当こういう細かいものとかも入れて、うん、50万円以下です。車自体は14万円だったんですよ。14万円でやってんの？はい、すごい。笑っちゃうな。すごいな。いや、これはすごいですよ、本当に。本当にすごい。ありがとうございます。これからどこ行くの？確かに。これからちょっともう九州の方に向かっていこうかなって思ってたんですけど、ああ、今もう半年ですよね。はい、半年でいくらぐらい買ったの？いくらぐらいだろうね。だけど、まあ、月10万円ぐらいですかね。でもガソリンで結構かかりますよね。ガソリンが一番です。ほとんどガソリン代だと思います。そうだよね。今貯金どれぐらいあるの？心配ないか。どう世界にまだまだ行けるぐらいは残ってあります。いいな。どの瞬間が一番楽しいんですか？僕は結構後で思い返した時が一番楽しくて、あの人に会ってあの時面白かったねって話してる時が一番楽しいかもしれないです、はい、2人がさ本当に合ってるよね。そうですね。いや、普通だったらこの手前とこでいたら多分首絞めてると思うよ。私も喧嘩とかするだろうなって思います。そうでしょ。よかったね。よかった、はい、本当、はい、ありがとうございました。いい本でも大丈夫です。ありがとうございます。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。